まだまだお眠ですね。こんにちは。トゥ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 、朝もやなんてタラタラタラララ。おねむちゃんでございます。ちょっと急ぎでお化粧していきたいと思います。うー、伸びる伸びる。おはよう。ヴァンパイアッシュ。お、アバター変わってるやん。みやみやみや、まーちゃん。みやみやみや、カンオキありがとう。おじおじ、キャセビ。あ、マサルさんだ。エマルンピ、七つぶし、ジャクソンさん、ハートありがとう。月広、ヴァンパイア、野球ボールありがとう。ルンルン、シューティングスター。こんにちは。シューティタ、大人になった私のハートに。うん。え？でもヤッホー、何の映画？映画ガチ勢やん。そんな見た映画があったの。孫悟空、こんにちは。コンタクト入れます。うん、そうなんです。みちょこ大先生がすごく素敵に撮ってくださって、あの5日のアイドル無双というね、肥後橋でトークショーがあるので、そこでもちょっとお見せしようと思っております。ぜひ来てください。 L 特急カモメ、孫悟空、トムお化けありがとう。月広風船ありがとう。お、福ちゃん久しぶりじゃん。元気？ほら久しぶりよね。よいしょ。くまっちるん、さくら AZ、こんにちは。はあ、まあ軽くお化粧して。とも、ヤッホー。なんやら朝もや、ドゥ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 ルドゥルドゥルル。お久しぶりです、ありがとう。毎日ヤッホー。エンペラーペンギン、こんにちは。11月の5日にショールーム配信2000日を間もなく迎えますので、ぜひ、あ、本当？それまで皆様、それまでというかこれからもなんだけど、盛り上げていただけたら嬉しいなと思う所存です。タロロン、ヤッホー。トモ、シューティングスター、ありがとう。ルンルン、こんにちは。よいしょ、一旦去ります。横浜くん、ハートありがとう。メバチコやん。最近クマできんねんな。わかる？クマこの辺なんか今まであんま下地とか。またね、ジャクソン、ありがとう、来てくれて。もうこだわってなかったんけど。パーフリン、これ何だ？かぼちゃありがとう。最近ちょっとこだわろうかなって思ってきたところです。今日は雨降らへんかな。ヨッシーパパ、こんにちは。あ、そうなの？70回超えてるって
えげついね。結構わかる、そういうのほっといても治るけどなって思ってる時に限って治らんかったりするから、なんとも。ホシピイヤホン、最近はもうこの辺をちょっと、イチローさんイヤホンほんのちょっとだけ出してこの辺につけます。よいしょ。いやルンルン野球ボール、角原くん、ヤフカラフォーお化けありがとう。アイドル無双楽しみですね。てか年内ラスト関西だと思うので、でも思い返した時に今年関西でさ舞台やってないってちょっとびっくりしちゃうね。そうかと思って。ロンロこんにちは、ごとねこんばんは。おー、スータンじゃん、アバター変わってる。イチローさんこんにちは、ヨシヒロこんにちは。関西で、関西でちゃんとステージに立ったのってこの前のカルチャーフェアがなんなら初、違うアイドル無双があったわその前に。ロンロお菓子ありがとう、ロンロ誰もありがとう、レジェンドヤホン、ロンロハートありがとう、キャノンブルハロウィーン。キャノンブルお化けありがとう、ロンドンお化けありがとう、ごとね風船ありがとありがとう。ゴードに風船ありがとうね。ハロ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 ウィンプペプペプペル、奇跡が近づいてる、ラインポンこんにちは、私はエミリンさんの YouTube 見てて、香港のディズニーランドがめっちゃ楽しそうで、わあ行きたいなーってなったところです。
好きラインポ、こんにちは。そうそうそうだよ。こんにちは。で、ここまでです。眉毛大事ですからね。カキカキしていきまして、なんか左右違う。エイジさんこんにちは、よろしくお願いいたします。へっきゅん、ハロ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 ウィンプペプププププル、奇跡が近づいてる。マナちゃんこんにちは、ハロ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 ウィンプペプププペペル、ランタララ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 ラ。マナちゃんこんにちは、無音です、ヤッホー。よいしょ。なんか2000日って言ったら盛大にやりたい気もするような、逆にいつもと何も変わらない感じでやりたい気もするようなっていう感じがします。よいしょ。とも誰もありがとう。オッケー、眉毛できた。うん、え、そうなの？大阪行きます。いついつ？そうなんや。まだ見に行きたいな。てか、さくら、いつですか大阪？うん、リリシー。ええ、恥ずかしいだね。リリシーと言われるの恥ずかしいだね。よし。いかがでしょうか。ちょっと確かにリリ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 かもしれへん。リリ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 リシーかも。最近もうアイシャドウがね、薄く今日は行こうと思います。うん、え、11月4？ そうなんや、さくらやるんや、知らんかった。え、5、私大阪でイベントあるんで5までいてて、お願い。ショールーム2000日イベントなんですよ。5まで行ってほしいな、お願いします。マリチャイトル1990日、ありがとう、ありがとうございます。また告知しよっかな今日ぐらいに。うわ、体が痛っ。七瀬丸ヤッホーね、勝手にタイトル変えようかな。ショールーム2000日おめでとうイベントみたいなイメージです。で、めっちゃ結局キラキラにしちゃった。あんな薄くしようと思ってたのに。はい、ほんで、はい、マスカラ、うん、
予約じゃないです、当日券。え、来てくれますか来てくれますか、当日券しかないパターンなので。でも取り置きみたいなのはリプで行きます。今日もう一回ツイートするね。やっぱり来てくれますか、来てほしいな。だって一生に一回の2000日なので、一生に一回かは分かんないけど、多分もう2000日、ショールーム2000日をね、みんなの目の前で迎えようと思ってるんですけど、もう2000日迎えることは多分ないと思うので、おそらく今後に続くって意味では、だって今後3000日4000日になる可能性はあるんですけど、もしその配信途切れちゃったとして、そっからまた2000日までやるってこともなかなかなさそうな気もするので。ミッチーヤッホー、現実的に最初で最後の2000日記念だと思われます。結構リアルなあれでリアルマジにそう思いますので、2000日祝いでトークショーを見れるさ、イベントさぞお高いんでしょ。いえいえ、1500円だったっけ、でご覧いただけます。特典会もあるので、お話しできる時間もあります。みちょこさんが撮影、みちょこさん、ゆらさんの外箱町カメラ部さんに撮影いただいたお写真も掲載いたします。ぜひぜひ。あ、マックスだ。あなたこの辺じゃないの、元気のぼる、こんにちは。え、この辺やんな、この辺って言ってなかった、ドキドキしてきたんじゃん。そろそろ私もお得ですの、え、入場料自体はめちゃくちゃお得だと思います。のぼるこんにちは。あなたトトロっていうの、でなんかアイドル無双ちょっとなんかおもろいなんかやりたいねんけど、こう今なら平井さんにイエスを、まだあと10日あるから、あさってか、うーわー。でもさ、なんか予定日早くなる人とか最近いるやんかね、そろそろドキドキだね。いやー、もうそこまで来たか、泣いちゃうね普通に。マナー泣いてまうわ、ほんと頑張ってて偉いね、ほんとに偉い、ほんとに偉いだよ。よし、 OK。 このままちょっとさ、このリボンほどけてさ、こんなことなってて、うん、でしょ、お安いでしょ、来てくれるってことマサルさんアイドル好きさんやほん、うん、え、そうなの、1、10、100、1000も生まれて1万日、それどういう計算でやったらできんの学園やほん、それどういう計算な、生まれて1万日って教えて。なんかさ、みんなさあれみたいよね、女の子の方がそういうの詳しいやん普通、そのなんやら記念日とか生まれて何日とかさ。この辺リボンつけたら可愛い、うん、27歳と4ヶ月ちょいだった気がするよ。え、検索するわ。そういうの女の子の方が詳しいのにすごいね。1997年、9月6日、もうちょっと先やった、1月22日、うん、人生の5分の1連続し、え、そんな逆になんの2000日って。あ、1
1万日やからって意味。確かに。りちゃんやっほー。1月22日でした。今日は9911日目やって。え、強い。なんか表彰状とかあるのだが。すごいじゃん。これ絶対お祝いしよう。1月22日ちょっとメモっとくわ。みんなメモっといて。何してるやろな1月22日って。1万日記念日。へえ、すごい。マジで人生の5分の1連続配信してるってことですわ。確かにね。いいな。ちょっとよし、オッケー。すごいな、1月22日か。覚えとこう。確かに前よりちょっと厳しいかな今日。誰か覚えてるやん。おいおいおい、覚えててくれ、覚えててくれ、頼むわ。いいんじゃない。今日はストレートにしようかなと思ってんけど、いい？ストレートでね、ストレートにしよう。なんか最近ずっと巻いてたから。いやでもせっかくなら巻くか。ちょっと取ってくるな。先アイライン描きます。あ、やばい、待って、もうやばい、言っても時間大事にして、時間、記念日このように多すぎ。でもさ、記念日ってテンション上がるよな。マナだけ。記念日はテンション上がるやろ。待って、結構やばい。普通に準備してないしな。ちょっとやばい、急いで岡村さん。おーい、すいません、急ぎます、急ぎますね。岡村さん急ぎます、岡村さん急ぎます、すいません。よいしょ、岡村さん急ぎます、失礼いたします。岡村さんちょっと急ぎますね、すいません。はい、岡村さん失礼いたします、ありがとうございます。あー、これあみあみしても可愛いけどな。まあいっか。うん、パン加えて走ったことある？ない。基本誰でもないんちゃうそれ。パン加えて走る、パン加えてパン食べて走る人あんま見たことないな、もの正直なこと言うと。でも今日はちょっと待て待て、やらなあかんこと、動画撮らなあかんくて、オーディションの。そうなんですよ。ちょっと待って、とりあえずあと20分ぐらいで終わらなあかんから、ヘアアイロン持ってきます。ここに、みんなご飯でもお昼ご飯でも食べといてください。すいません。
ただいま、元ハートありがとうね。どんぐり、カチーミン。あ、また来てくれた、死者さん。また来てくれたやん。たかみ。ママにさ、1万日らしいって言ったよ、1月で。でもなんか話通じひんかった。え、誕生日じゃないみたいな。9月やろ1万日って言われたから、だからちゃうって、生まれた日から1万日やでって言ってんのに全然話通じひんかったから、もうではと思って今9月やでとか何回も言われたから、いやだから1万日はまだ9月の誕生日から1万日やって言ってるやんって言ってんけど、うまく伝わらへんかった。難しい。ハロウィンのデビル感出てます、うん、めっちゃマウントしてたちゃんと、ま、ちゃっかりマウント取っちゃった。ちゃっかりマウント取りました。でもさ、そんなことしてったらさ、マジで毎月さ、なんか人って記念日とかあるんかなとか思わん？まあ、毎月はちょっと言い過ぎかもやけど、え、だってなんか無理やり作ればさ、毎月記念日ありそうじゃない？マジで。だから王道はまず誕生日やろ。で、誕生日の満足記念日さすがにないか。 KT こんにちは。全然関係ない、オリックス創立された記念日とかもさ、自分の記念日のように語っちゃえばさ、初めてたった日え、なりそうやんな、マジで。それ真面目な話でさね、毎月記念日作ろうと思えば作れちゃいそうやな。世の中ポイズンですわね。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ポイズン、生まれてから1万日のうち2000日配信。そうだよ、だからマジ5分の1私配信で生きてて笑うしかも1万日まだ経ってないのに2000日になるっていうのって、これ結構すごくいいことかもしれへん。やっぱり私生まれてまだ1万日経ってないのに、さっき2000日迎えようとしてるって、ね、ジュンジュルルンジュンジュルルルンジュンジュルルンジュンジュルルルン。すごいね、1万日。とも野球ボールありがとう。1万日経とうとしてるのやばいね、普通に考えてね。うん、毎日がスペシャル。どんなやったっけそれ。じゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃ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 らじゃららららじゃんじゃんじゃんじゃじゃらららじゃんじゃんじゃんじゃじゃらら。らいつも君を待ち続けた季節は何も通り過ぎた。雨はこの街に降り積もう、少しのリグレットと罪を包み込んで、なな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 、トゥ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 
内まりやさんの曲は、ね、竹内まりやさんの曲は、涙など見せない強気なあなたをそんなに悲しませた人は誰なの。終わりを告げた恋にすがるのはやめにして、振り出したらまた始めればいい。ジュンジュジュン、幸せになりたい気持ちがなななな、明日を見つけることはとても簡単。少し痩せたその体に似合う服を探して街へ飛び出せば、ほらみんな振り返る。ジュジュンジュン、よし、いい感じ。なんてったってアイドル、なんてったってアイドル、くま太郎ヤッホー。なんてったってアイドル、なんてったってアイドル。いい感じ。こうやって髪の毛を。巻き巻きにしまくります。お、どんちゃんだ。金曜日お疲れ様。こんな感じかな。たけ、こんにちは。どんちゃん、金庫ありがとう。マックス、だるまありがとう。やっぱ眉毛りりしいな今日。
恥ずかしかった今一瞬眉毛バサってあげた時。今日が孤独だとしても熱いエールまとってあざ笑い続けよう。人狼のドド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 ドご神型ロリータ。あーやばい、前髪ちょっとしくった。あかんわ、浮いちゃった。ほら前髪ちょっと、また水濡らすとこから始めます。諦めた。もう仕方がないですね、こればかりは。よし、じゃあランキング読ませてもらおうと思います。ちょっと前髪しくじったので、これだけ後で水で流したいと思います。さあ読みます。13位、おルルンだ、ありがとうルル、ありがとう。ジュニパーフォリンリンリリン、ヘイありがとう。11位、篠原くんなんか噛んじゃった。篠原くん、篠原くんありがとう。10位、レジェンドありがとう。レジェンドなんかランキングにも、ね、久しぶりな気がする。9位、ヤフからフォーありがとう。8位、ドルドのドーンちゃんありがとう。7位、MOTO もどもどもーとさんありがとう。6位、上からんでも下からんでもロンロさんありがとう。5位、とも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 ありがとう。4位、キャーノンブラリキャーノンブラありがとう。3位、高弘月弘双子ちゃんありがとう。はい、ごどね、おやすみなさいありがとう。そして栄えある第一書先輩はずんだら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 、めやめめやねんありがとう、やねんうんでした、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。そして本日のハッピーラッキーキーパーソナリティショッキングピンク人間さんは、おーゆうやくんだよ、久しぶり、ありがとう。ゆうや星ありがとうございます、ありがとうございました。うかれもおと、あ、師匠さんもパチパチしてくれてる。なんだかんだ最後まで見てくれたんだありがちょんまげプリンということで、はい、じゃあそんなこんなで今日はお出かけしてまいります。ほなみんな午後からもお互い頑張っていきましょう。まあちょっと今日あのお天気も良さそうなので楽しんでいきましょう。はい、それではみんなお昼からありがとね。じゃあねー、バイバーイ。11月5日に大阪の肥後橋というところで、2000日記念のトークショーがあります。この日に、ショールームも2000日を迎えます。どなたでもご参加いただけます。特典会や物販もございますので、ぜひ遊びに来てください。それではよろしくお願いいたします。お待ちしてます。あ、またねー。あっとか言って気になる終わり方させちゃった。え、あのさ、ないか。またねー、バイ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 。みんな午後もお互い頑張ろうねー。
明後日入院の方も頑張ろうね。みんな良いお年を。バイバーイ。またねまたねまたね。バイバイだよバイバイだよバイバイだよ。ほなまたね。バイバイ。前髪やるよ。ぜひお待ちしてます。トークショー待ってます。よろしくお願いいたします。よいしょ。まあ